こんにちは。今朝も僕は日課にしている仲良し公園での永遠日光浴、光合成で整っていたところ、僕の保護観察官であるナピちゃんに見つかってしまい、またこんなことして、働かざる者、果てるべからずと顔面に制約と制約の入れ墨を入れられてしまった結果、強い念で縛られ、果てることができなくされました。すると、そのナピちゃんが現行犯逮捕していたジジイから、ほれ兄ちゃん、わしはいけんくなったさかい、これ代わりに、と話題のプレイキングダウン7の対戦チケットを渡してきました。今年ももうそんな季節か。次回、パン木林実刑判決。1分間最強に無駄な挨拶、キリです。はい、バン中村しか勝たんということで、今回は人工的にもう一つの地球を作り出した大実験、バイオスフィア2とその悲惨な末路について解説していきたいと思います。では行く。地球を作る意味。今から46億年前、天の川銀河の星々が近郊の小惑星と衝突し、その時飛び散った岩石から数多くの星々が生まれるスターバーストという現象が起こりました。そしてこの時できた星々は引力によって互いに衝突して混ざり合って複数の大きな惑星となり、その惑星の一つが地球の元となった星と言われている原始地球です。そして原始地球にはスターバーストによって生じた大量の隕石が降り注ぎ、そのいくつかが地球に衝突した際にガスを生じ、これが後の空気となりました。また衝突した時の熱によって原始地球表面の岩石はマグマと化し、この頃の大気は窒素や酸素、二酸化炭素のように現在の地球の大気に多く含まれているもののほか、水蒸気も含まれていたのですが、何億年もかけてマグマが冷えて固まり気温が下がると、大気中の水蒸気は雨となって地上にドギャーン、ズズズワー、地球ズワーと降り注ぎました。そんな環境が数億年続いて地上が海に覆われ、ようやく今私たちが暮らしている地球が誕生しました。そしてここまでの話からも分かる通り、今の地球の環境は奇跡のような偶然が重なり合って作られ、大気中に存在している気体の比率や太陽からの位置、海の有無などに少しでも違いがあると私たちは生きていくことができませんし、 Wi-Fi の速度がちょっとでも遅れると格ゲーガチ勢1フレに命を削る陰キャ鼓動地の僕たちも生きていくことはできません。しかし地球の資源には限りがあり、大気の組成は不変ではなく、いつか人類が地球で住めなくなる日が来ると言われています。そこで人類はいずれ来るその日に向けて地球から脱出し、他の星に移住することを視野に入れ始めているのですが、残念ながら地球に置き換わるほど人間にとって都合のいい星というのは自分に最適な育毛剤くらいなかなか見つかることはありません。そのため万が一移住することになったら、移住先の星の環境を少しでも地球に近づける努力をしなければならないのですが、失敗すれば生態系を壊してしまい、より環境が悪化する恐れもあります。そこで本当に地球と同じ環境を作り出すことが可能なのかを検証するために行われたのが、今回ご紹介するバイオスフィア2です。それではここからはこの実験で具体的にどのようなことが行われたのかを解説していきたいと思います。人工地球バイオスフィア2。この実験は1991年9月から資産家のエドバースと生態系学者のジョン・P・アレンによってアメリカのアリゾナ州で開始されました。そしてこの実験のために面積1万平方キロメートル、高さ30メートルの超巨大なガラス張りの密閉施設が建設され、この施設はバイオスフィア2と呼ばれているのですが、後に実験名も施設名と同じくバイオスフィア2と呼ばれるようになりました。ちなみにバイオスフィア2といっても実験が2回行われたわけではありません。というのもバイオスフィアというのは生物圏、つまり生物が生活している区域のことを表していて、今私たちが暮らしている地球をバイオスフィア1として、この実験で作った施設をバイオスフィア2と呼んでいるだけなのだとか。そんなバイオスフィア2の施設内には8人の被験者が暮らしていたほか、3800種以上の植物や動物が持ち込まれていて、さらに水源が用意されており、施設内は次の7つのエリアに区分されました。 1. 1年を通して雨が多く年中気温が高い熱帯雨林エリア。2. 熱帯雨林エリアと同じく1年中気温が高いが雨季と乾季があるサバンナエリア。3.
年間の降水量が少なく乾燥している砂漠エリア。4、降水量が比較的多い湿地エリア。5、水源が広がる海洋エリア。6、人間が農作物を作る農地エリア。7、人間の居住エリア。810いいよこよしこしこいくいくみろよみろよ。魚介の入ったお米、パエリア。ちなみに天候や気温は施設内に取り付けられたポンプや熱交換器などでコントロールされており、施設内で暮らす8人は外部からの手助けなしで施設内で取れる食料だけを頼りに生活しなければなりませんでした。生態系の崩壊。もともとこの実験は施設内の8人が亡くなった後も続行され100年は継続される予定だったのですが、実験が思うようにいかず、わずか半年で生態系が崩壊し始めました。例えば実験前の計算では施設内の酸素濃度は一定に保たれるはずだったのですが、土壌中の微生物の影響や植物の光合成頻度が不足したことにより酸素濃度がサウナのロール後の最上段のイスポジくらい低下し始めたのです。もちろん酸素濃度が低下すると施設内で暮らす8人の健康状態にも影響が及び、彼らは睡眠時に呼吸が停止状態になったり、呼吸回数が極端に減る睡眠時無呼吸症候群に陥ってしまいました。ちなみに先ほど植物の光合成頻度が低下したと言いましたが、これはコンクリートが原因だと分かっています。というのも光合成には二酸化炭素と水と光が必要なのですが、コンクリートには二酸化炭素を吸収して別の物質に変えてしまう性質があり、施設内の床はほとんどがコンクリートでできていたため、酸素と同じく二酸化炭素も極端に減り、光合成ができなくなってしまったのです。そして最終的には本来大気中の 21% を占めていたはずの酸素濃度が 14% にまで低下してしまいました。ちなみに現代の地球でもコンクリートが多く使われていますが、地球の表面の7割は海であり、コンクリートが占めている割合などたかが知れているので二酸化炭素が極端に減るということはありません。そしてこのままでは実験続行が困難になると考え、実験開始から16ヶ月後には施設外から酸素が供給されました。ですが時すでにお寿司おわおすぎ酸素濃度が著しく低下したことで他の動植物たちにも影響が出始めており、植物は枯れ始め、動物は次々と絶滅していき、あっという間に食物連鎖が崩壊しました。また大型の動物たちが絶滅したことで捕食されることもなくなった上に、もともと生命力が強いゴキブリが大量に繁殖し、被験者たちの食料であった作物が食い荒らされたのです。また同時期に熱帯雨林エリアでは草食動物が減少したことでアサガオが大繁殖し始めました。ここでアサガオと聞いても綺麗な花で害はないように思えますが、アサガオは放置されるとつるを長く伸ばして他の植物に絡まって光や水分を独占し、これによりアサガオ以外の植物が絶滅してしまうのです。そして被験者たちもこのようなアサガオの脅威を知らず、アサガオが大繁殖するまで放置していたのですが、気づいた時にはエリアの大半がアサガオで覆い尽くされてしまっていて手遅れになっていました。こうして施設内の生態系は一歩ずつ崩壊へと近づいていき、動物や昆虫はゴキブリのほか数種以外は絶滅し、数百種類あったはずの植物もほんの数種類しか残らず、結局実験開始から2年間で実験は中止になってしまいました。ですが被験者の8人はハプニングだらけのバイオスフィア2での生活を意外にも楽しんでいたようで、中には実験終了後に被験者同士が交際に発展しめでたく結婚したという我々にとって胸クソエピソードもあったとか。地球の行く末。こうして幕を閉じたこの実験に対して、失敗だった、金持ちが自己顕示のためにやったくだらない実験などと酷評する声も多く上がりましたが、一方でこの実験から地球の行く末がよくわかると実験を評価する声も上がりました。というのも今回の実験で生物たちが絶滅していってゴキブリが繁殖したりアサガオが繁殖したことは、元をたどれば多くの植物が死滅して光合成頻度が減ったことで酸素濃度が低下したことが原因だったわけですが、実は今の地球でも同じように植物が急激に減少しているのです。例えばアフリカでは開発などによって森林面積が1年間で284万ヘクタールも減少しており、世界全体で見ても減少傾向にあります。また近年では森林の減少率を一応抑えられているのですが、それでも世界的に見て最近のキリン動画の下ネタ頻度ぐらい減少していることに変わりはありません。
そのためいずれ地球も森林面積が著しく減り、バイオスフィア2のように酸素濃度が減少して生態系が崩壊する可能性は十分に考えられます。そもそも地球上の大気の酸素濃度が低下するようなことがあれば、当然バイオスフィア2のように外部から酸素を供給するなんてことはできないので、間違いなく人類は滅ぶでしょう。なのでバイオスフィア2と同じような末路をたどらないよう、私たちはより慎重に自然と向き合っていく必要があると言えるでしょう。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てこれからも自然と付き合っていくんやと思った現在ハエ取り層と付き合って生き続ける大活躍の関取 M 大会と、ハエ取り相撲の賞金が全然入ってこなくて部屋の存続が危うい親方は、高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あと他にもいろいろやってるので概要欄のチェックもよろしくです。はい。